チョコバナナも美味しくて食べるのが止まらないよ。ちょっとリン君、さっきから食べ過ぎじゃない？だってどれも美味しいんだよ。ムニちゃんも食べる？私はいいわよ。お、綿あめ見つけた。買ってこようっと。リンクさん、持ちきれるでしょうか？目につく出店全部に寄ってるもんね。ただいま。あれ、みんなは買いに行かないの？もうお腹いっぱいだからね。ええ、焼きそばにたこ焼き、いろいろ食べましたからね。私はまだまだ食べられそうだけどな。だって出店の食べ物って全部美味しそうなんだもん。この音なんだろう。どんどんって楽しそうな音がする。この先から聞こえていますね。太鼓っぽくない？そうだ、太鼓の音だ。夏祭りに太鼓といえば盆踊りかな。行ってみよう。あ、ちょっとリンク、まったく、まるで子供ね。リンクってばどこに行っちゃったのかしら。あそこの列、子供たちに混じって並んでるのって。リンク、ちょっと何やってんのよ。ここで並んでたら太鼓叩けるんだって。恥ずかしいからやめなさいよ。なんで？太鼓叩けるんだよ。そうだけど、並んでるのは子供ばっかでしょ。あ、私の番だ。はいはい、次叩きます。はぁ、リンクってば。あ、見てください、リンクさんが和太鼓の前に立ちましたよ。なんだか妙に似合ってるわね。それじゃ行くよ。ドドドン、どこドン、デデンデンデン、どこどこドン。これは盆踊りらしからぬリズムね。アフリカのリズムじゃないかな。ドンドドドデン、どこどこデンドン。太鼓叩くのって楽しいね。みんな盛り上がってる？まあ、リンクさんの周りに子供が集まってきました。盆踊りとはほど遠い動きをしてるわね。みんなすっごくいい感じ。太鼓のリズムに合わせて好きに踊っちゃって。うほほな、なんだか盆踊りっていうより奇祭って感じが。いい感じ、もっとやっちゃうよ。どんでん、どこどこどこでんでん。まったく、リンクってどこ行っても何か起こすわね。ブシロードゲームズ。